虎年生まれの人は見てて、虎さんがいっぱいいるお寺に妻の舞ちゃんと行ってきたんですけど、お寺の横にあるこのお店でなんと可愛い饅頭が買えちゃうんです。見てください、虎の顔した虎饅頭、焼きたてがマジで美味しいんで絶対食べてほしい。そして奥に進むと大きな虎さん、よく見ると顔がちょっと動いているのが可愛いね。他にも2匹の小さな虎さんや虎柄をした郵便ポスト、金色の虎さんなどがいて、虎年のために作られたお寺なんかなっていうぐらい虎さんがいっぱいいました。さらにすごいのがこれ、虎の体内巡り、虎の中に入ってお参りするんですけど、この中めちゃくちゃすごいんで、よかったらみんな行ってみてください。そんな阪神タイガースファンが好きそうな虎を祀ったお寺の名前は奈良県にある長後尊師寺、ぜひチェックしてみてね。